Shiny lights and purple sky, everything's so bright. 期待で朝近みや。Turn off your phone and off your mind. Look at you so bright. 満ちそう朝近みや。どうもマックス鈴木でございます。私は本日千葉県八千代市というところに来ております。で本日お邪魔させていただくお店さんがこちら北海道酒場畑瀬さんという、こちら北海道のお酒だったりお料理をメインに扱っているお店さんなんですけれども、八千代台の駅から徒歩数分で、すぐのところにございます。でなんと本日はですね、私あのドドスコスコスコの楽しんごさんとのコラボ企画になっておりまして、本日あの大食い対決っていう感じなんですね、楽しんごさんと。でただ対決するだけじゃなくて、まあ正直対決というよりも楽しんごさんはおそらく一杯とか多分食べるか食べないかぐらいだと思うんですよ。これメインはそこじゃなくて、果たしてマックス鈴木の胃袋は、楽しんごさんも整体マッサージのスペシャリストでございますから、マッサージ胃袋のマッサージをしてもらったら前よりもスコア伸びるのかっていう、そういう検証をしてみようと思うんですよ。で僕この企画のために、元祖豚丼屋トントンさんにご協力いただきまして、事前に豚丼の30分チャレンジっていうのをやらせていただきました。概要欄に貼らせていただきますので、ぜひそちらをまずご覧いただいてからの今回なんですけれども、その時が、結果が30分で確か3700とか 3750g だったんですよ。結構食えねえなっていう感覚だったんですけれども、果たしてその時の記録を今回超えることができるのかっていう、そういう検証をしてみたいと思います。これすごいね、分かりやすいと思うんですよ。で僕実はさっき15分前ぐらいに楽しんごさんに施術の方をしていただいたんですけれど、もうやばかったっす。体軽くなるし、なんかつきものが取れたじゃないけど、あと僕ここ3日間ぐらい本当に下半身、まあ要は足の付け根からこの足のくるぶしぐらいまで、足の付け根からくるぶしぐらいまでずっとだるさが取れなかったんです、疲れが。なんですけれど、さっき15分ぐらいギュ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 ってやってもらっただけで全然違う。そちらの施術の模様はこちら概要欄に貼らせていただきますので、まずそちらをご覧ください。はい、ということでいかがでしたでしょうか。こんな感じで僕ほぐしていただいたんですけれども、果たしてこのほぐしが大食いに生きるのかどうかというのをこれから検証したいと思います。それでは本編どうぞ。いやー、マジでラブ注入していただいたんですけれど、本気でやばいと思いました。信じらんないぐらい体が軽くなりました。はい、ということで諸々の準備が整いましたので、今から始めていくんですけれども、一応今回対決という体なので、はい、一応しおさん本当今日ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。これがこちらの畑瀬さんの豚丼で、味がいろいろあって味噌とか、あとまあ塩とか醤油とか辛味噌、あと全部のせのトッピングみたいな5種類あるんですけども、1杯おおよそ 800g なんで、まあ単純に僕が例えば30分で5杯食べることができたらマッサージは効果的だったっていうのが証明されるんですけれども、はい、多少やっぱりお肉の状態とか、まあ、焼いた後と他の状態とかもあると思うんで、その辺の、状況というか、まあ物の変化はあると思うので、まああくまで参考程度に調べればなと思う、はい、よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。光栄です。なんかテレビみたいになってますね。ありがとうございます。ぽくなってますね。いいですか、僕言っちゃって。すみません、どなたか大変恐縮なんですけども、カウントダウン5秒前ぐらいから5、4、3、2、1みたいなコールいただいてもよろしいですか。いきます。お願いします。いきます。大食いチャレンジ5、4、3、2、1スタート。いただきます。さあ、じゃあ真ん中からいこうかな。これからいきます。塩からいきます。あ、これうまっ。美味しいですか。あ、うまい。肉がうまい。タレも美味しい。うん、美味しい。ごめんなさい、本当にちょっとし僕の今まで対戦相手の中ではないタイプだった。いやいや、僕も初めて。すいません、どうやってやっていいかは。美味しく食べます。めっちゃうまいですね。豚肉がすごいこうジューシーで、噛めば噛むほど旨味が、うんうん、結構食べ応えありますね、これね。うん、美味しいです。ご飯の量はえげつね。えげつないです。うん。
単純計算1杯6分だね。この僕、畑瀬さん初めて来させていただいたんですけども、本当美味しいですね、これね。肉が柔らかい。結構ペース早いですね。慎吾さん、レフティーだ、レフティー。大口選手多いですよ、左の方。ちっちゃい頃治んなくて。今はね、天才じゃなくて、昔僕たちの時代、結構ね、レフティー怒られてたんですよね。うん。マッカさん、ずっと左。僕、右だ。あ確かに、なんか昔って謎に左を右に直す風習みたいなありましたよね。ありましたよね。何なんですかね、あれね。うまっ。これ、片瀬さんは北海道料理みたいのは他になんかおすすめの料理とかあるんですか、この豚丼以外に。海鮮丼、うわー、美味しそう。第2回のバトルは海鮮丼で、うん、いいね。とにかく今これを平らげようと。すごい本気で。もういいよ。これ一杯800って相当な量ですよ。チャージしていただいたおかげで顎の疲労がマジゼロになったから、マジ噛める。早くないですか。残り26分。対決ってあのイベントとかでもそうなんですけど、たまに呼んでいただいたイベントとかで MC さんがやる人があるんですよ。めちゃくちゃシュールなんですよ。シュールな動画で、やっぱりあの大食い大会はテレ東のやつは中村ゆうじさんって MC がいらっしゃって初めて成り立ってるみたいなのがやっぱあって、うん、でもよくよく考えてみれば当たり前ですよね。食べてる人間喋れないですもん。そうですよね。うん、そうなんですよ。これタレの色めっちゃ濃いけど、そんなになんかガツンってしょっぱいとかじゃないからいいな。シモちゃん顔が苦しそう。そりゃそうですよ、この勢い食べたら。1杯目。あ、すごい。ありがとうございます。すごい。そうですね、6分でいければいいですけど、次塩入れます。うまっ、これ。うまっ。肉の旨味がより強烈に分かるの。慎吾さんガチガチでやってるっすね。嬉しい。
のもう取れ高しかないですよね。うん、これ本当肉のうまさが引き立つな、この塩は。千穂さん、大食い大会に向いてるかもしれないですね。あ、うまっ。うん、これ塩って初めてだけど、こんなうまいんだ。うまっ、うまっ。うん、これがもう一つのブランドみたいになってるわ。これぐらいうまい。うん、やっぱりどうしても勢いよく入れすぎると急激に胃に負荷がかかるんで、普段食べてる料理も食べれなかったりします。余裕だと思ったのに。今それファイターも一緒です。脂身うめえ。長芋キムチ食べたら好きです。はい。ハイピー、ナリピー、言うことが全部売れてASMR が今お米の量がすごい。無理はなさないでください。はい。応援団に回りたいと思います。ごめんなさい、本当に無理です。めちゃくちゃすごい、ごめんなさい、急に来ました。うん、うまっ。すごーい。あ、なんかすげー落ちてくっすね。やっぱ骨盤なんすかね、これね。お、辛味噌かな。うまっ。
やっぱあれですか、お水の量とかも結構気にしないといけないんですか。そうです、胃袋があんまり大きくない人は、特にこういうお米系だと、お米飲み込んだ後に水入れて、ここで中で膨れるって現象起きるんで、あー、そうなんですね。結構自爆系なんですよね。あー、だから結構喉の詰まりを取るぐらいはいいんですけど、ガバガバーってやるのも。あー、なるほど。だからみんなちょこちょこ行くんですね。もう、まさに。もうサークルの飲み方じゃないここになんかあって、今やっと流れました。落としました。はい、わかりました。今の食えねえ。しもちゃん、しもちゃん、はい、落ち着いて、ゆっくり食べよう。綺麗にゆっくり食べよう。兄ちゃん、わかった。ありがとうございます。何これ？ありがとうございます。いやマジでマックスさんの僕いつも見てたんで、もう10年ぐらい前から、だから貴重ですよね。横で見えるの。真横よ。すごい。これあの辛味噌結構ちゃんと辛いですね。あ、辛い。ちゃんと辛いですね。なんか結構あの収録の現場だとみんな無言で食べ続けるんです。だから勝負だから、うん、もうカチャカチャゴクゴクとかするズズズとかそんな感じです。へー、うん、でも内容にやっぱよりますね。ガチ系のチャレンジだとそうなりますけど、バラエティの番組とかでやっぱりお話がちょっと3割ぐらい占める感じになるんで、だいぶ変わるし、自分もなんかこうモードが変わりますので、それによって。こうやって僕、見てるだけでめっちゃ幸せ。15分切ったんですね。いくぞ。
すいません、はい、ありがとうございますすいませんこれほんまね、
これですね。一番すごいの一番最後にですね。あと4分。お水もう一杯いただいてほしいですか。すいません。これ大葉と合わせるとうまい。すいません。すいません。
ございます。裂けるチーズみたいなです。おいしい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あのちょっと途中あの山芋ちょっと一個だけ起こしちゃって本当申し訳ございませんでした。ただあのこれいいっすか、あのいつもより落ち方が全然違うですね。めちゃくちゃ落ちます。なんか感動して涙ありがとうございます。ありがとうございます。あの初めて感動した。すごい。あの骨盤、あの僕最近あの小林武さんというフードファイターの方とあのホットドッグホットドッグのお話しさせていただいた時が機会があって、俺骨盤が影響してると思うんだよねって言ってたんですよ。武さんが僕何のこと言ってるか全く分かんなかったんですけど、今日施術していただいてる間に骨盤がっておっしゃったじゃないですか。多分それなのかもしれないです。あのいつもの落ち方と全然違うのと、あとその顎のこのゴリゴリやってたじゃないですか、この辺とか。あのマジで顎の疲労がなかったんで本当にフルパワーで挑みました。こんなになんかこうリラックスした状態体がで挑めたの僕初めてかもしれない。それぐらいなんか勝手に豚が落ちてくっていうか、豚丼が本当にこれ多分ねマジであるですね。これ大会前ちょっとお世話になってもいいですか。もういっぱいお世話します。あの小林武さんもぜひいらしてください。僕あの明後日会うんで言っときます。あ、お願いします。楽しんごさんがあって、はい、僕すごいタイプなんですよ小林さん。ぜひよかったらお願いします。イケメンですからね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで本日はかの有名な楽しんごさんとのマッサージからの大食いコラボということでこのような形でお送りさせていただいたんですけれども、楽しんごさんのマッサージももちろん大食いの模様もぜひあの概要欄に動画のリンク貼らせていただきますのでご視聴ください。本当に本日はありがとうございました。本当に感動しました。本当にありがとうございました。以上、マックス鈴木と楽しんごの大食い対決でした。ありがとうございます。感動しちゃった。